どうもこんにちは、黒ネタです。ルイージマンション3続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回は、はい、次の階層のミュージアムフロアというところを探索していきたいと思います。早速向かってみましょう。いやー、前回ね、パート8かな、動画見てくれた方本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ収録時間も伸びてしまってね、動画を分けようかなと思ったんですけども、中途半端な時間になってしまったんで、もう1個の動画に、しちゃいました。申し訳ない。もうあの猫は許さないこれ今回も出てきたりしないだろうな。2回連続やめてくれよ。では9階行ってみましょう。さあ到着です、9階さあどうなってる。おっと、いきなりカラス。あっ、1匹逃がしちゃったよ。あっ、全部逃がした下手かよ。あ、お金はありますね。これ動かせるな。ただ一人の力だと難しいか。もう一人。あ、いける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 。どうだ。あれ、え、ここまで据えて何もない。しないな、マジか。なんか関係あると思ったのに。ここは？おお、なんだなんだ、伸びくした。え、ははははは、そんな仕掛けか。もう偶然だな。あ、宝石。Did it。いや、いいですね。マップはどうなってる？あれ？そんな広くないな。これは？あー、琥珀かな？あ、なんかいける。よし。ですですですって。オッケー。あ、コウモリか。よし。逃がさないよ。一応ね、前回ダメージ食らって終わったんですけど、他の階層に行ってハートは回収してきました。まあ何が起こるかわかんないでね、まあ念には念をということで。あ、これは無理か。なるほど。あのプテラノドン気になるけどな、関係ないのかな。ダークライト関係ない。うん、これも吸えないか。こうか。あ、違う、ダークライトでもない。ここも違うか。あ、お金いいよ、お金いいよ。よしよしよし。あ、これはフラッシュだな。よいしょ。お、あ、そこにもフラッシュ。これは吸えないか。基本的に骨とか吸えないのかな。ダークライトも関係ない。9番関係ないか。だったら、あ、これは9倍いけるでしょ。あれ、いけない？あ、マジか。吸うこともできない。何かをぶつけるのかな。まあ、いいや、とりあえず、フラッシュ。ダメだった。もうちょっと溜めて、フラッシュ。あれ？遠すぎる？
ッケーオッケーオッケー。おお、お金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 。あ、宝石ゲット。いいですよ。ガッテッ。それだけかな。うん、ダークレイドも反応しない。この奥気になるな。ただ右側もちょっと見てみたい。あ、トリケラトパス、うん、言えた？トリケラトプスだね。トパスってなんだ。あ、お金が出てくる。あ、口からお金。いいねいいねいいね。ダークライトは関係ない。場所も関係ないか。おお、ちょちょちょ、びっくりした。もうやめてよ。めっちゃいるなここ。来い、よし、もう一丁来い。あ、一匹逃したな。来い。これで全滅じゃないか。まだいるわ。よし、OK。あとは特に、目ぼしいものはないかな。OK！ じゃあ奥進んじゃいましょう。これ壊せるでしょ？宝石だもんね。あ、ダメなんだ。やっぱ何かをぶつける必要があるのかな？あ、これは、ルイージで引っ張っておいて、ルイージ出して、こっちも引っ張って、さあ、力を合わせて、よいしょ！オッケー！お？さあ、この先どうなって、おいしょーいっす！雷。いや、なんか、ナイトミュージアムを思い出すなぁ。おーしょい。まさか。そういうことかな。あ、あれ、キノピオじゃない。あー、なんか屋根を感化してきたなぁ。そうですか。他にめぼしいものは、ないかな。無駄に広いってことか。なるほどな。今までいろんなゲームをやってきた感覚上、経験上、ボスだな。やっちゃいますか。助け出せるか。ダークライト。このまま無事にキノピオと帰りたいが、おっとお、あっ、あ、食いやがった。あそこが弱点か。さあどうする。フラッシュ、無理か。あ、これじゃねえか。あ、これだ。あ、食っちゃった。あ、なるほど、頭を上げたこのタイミング。あっ、遅かったか。でもそうだよね、多分そうだよね。頭を上げた瞬間が隙があるっていうか。うい、はい、あ、これ、あ、難しい。待って、おっ、ちょちょちょ、ほい、こうだろ。よし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 、いいぞ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 。さあ、これあと何回かな。あ、めっちゃ割れてる。さあ、卵くれ。おおお、まずはこれを吸って、うい、で、もう一個、あれ、卵がない。あ、なるほど、
さっき一個壊しやがったのか。え、これで当てて吸盤？いや違うな。なんだ、何かを食わせる必要がある。あ、ダメだな。あとなんだできること。うん、卵の殻に何かを噛ませられれば。あ、そういうことだよね。おお、やばい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 。もしかしてグイージ食うか。あ、いけた。マジでかよ。帰ってくれグイージ。外した。持ってこい。でもそういうことだ、そういうことだ。グイージを出して、グイージを出して、こい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 。あ、そうじゃない、そうじゃない、危ない危ない。グイージ、ちゃ、すぐ出せない。この辺にグイージを置いといて。あー、壊さないでくれよ。よし、どうだ、食え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 。来た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 。おい、よし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 。さあもう一回か。おっと、あ、解き放たれた。あ、しかもプテアノド壊しやがったな。どうしよう、こうなったらどうしよう。うおお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 お。これとか吸える。あ、吸えるな。うい、よし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 。なるほど、この瓦礫か。あ、危ない危ない危ない、痛い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 。意外にでかい、こいつ。ちょ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 、危ねえ。うい、よしよしよし。こいつもか。おっと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 、ギリギリかわして、ギリギリかわして、ギリギリかわして。おっ、ここだ。あ、間違えた。やばい。おおおお。おい、あれ外した。マジで。おい、よし、まだ。おい、今のうちに。よし、オッケー、よし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 。どうだ、お前が中に入ってたのか。原始人みたいなお化けだな。おっと、まだやる気。おおおおおお、なにこいつ。あ、ただ叩きつけた瞬間隙があるな。あー、危ね、ジャンプしちゃった。どう来るどう来る、すげえ力溜めてる。あ、衝撃波。あ、なるほどなるほどなるほど、あのタイミングだ。もうちょっと近づいた方がいいな。力を溜めた後の攻撃の後がチャンスだな。これをかわして、多分行くまいかないよね。来た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 。ほい、あ、いって、意外と食らうな。あ、スタンが長い。今のは遅かったかな、単純に。あぶねえ。来い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 。それじゃない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 。ほら、でかいの撃ってこいよ。違う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 。ほっ、よし。で、こうだろ。来た。体力あんな、こいつ。よいしょよいしょよいしょ。どうなの。あ、もういいか。これあと何回か繰り返せば倒せそうだな。あぶね。そのハートテッド使え。来た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 。ほい、よし、ほい、オッケー。逃がさなぜ。
よし、おい、どうなの、どうなの、よし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 、いいぞいいぞ、結構減ったぞ、結構減ったぞ、危ね、意外に攻撃したと伸びるんだよな、ほい、ほい、け、よいしょ、よいしょ、よいしょ、どうだ、いやちょっと残んのか、ただ確率に次でいけるな、危ない危ない、おい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 、ほい、よし、OK、終わりだ、完全制よ、よし、OK、ふぅ、いや、さあ回復もして、これは吸えたりしないのか、無理っぽいね、よっしゃ、これで今度こそ助け出そう、いけるか、お、青キノピオあああイッツミーイッツミーウィジーやりとりかわいいな、あ、エレベーターボタン持ってんじゃん、ちょうだい、オッケーオッケー、さあゲットなるか、このまま、ビーニん、ビーニ、あ、地下2階か、また一人キノピオくんを助け出せたようで何よりじゃない、キノピオくんはベースラボで預かってやるぞ、ルイジくんエレベーターまで案内してあげるのじゃ、オッケー、じゃあついておいで、かわいいな歩き方、じゃあそうだな、またベースラボに連れてって、そうだな、結構早めに終わっちゃったな、あ、待てよ、キノピオって吸える、あってことは、あ、マジで、あ、ちょっと邪魔ダメだろそれはダメだろ、ただ飛ばされたキノピオすごい楽しそう叫んでんだよな、イヤピーっつって、ってことはここも、あ、ちょっとすごいすごいカメラが、あ、いけるわ、ちょっとやば、あ、ダークいけるね、よいしょ、違う違う、お前邪魔ごめんねさあ3つ目ゲット、で、あの奥にもあったよな、これは関係なかったっけ、関係ねえかあんだけ弾け飛んで無事なんだもんな、すげえかざしてんなお前、あ、ここもいけそうだな、ちょっとおいで、またおいで、よいしょ、あ、ここは関係ないのか、では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 、ここでも吸って、おい、オッケー、さあ4つ目あと2つ、これは集められるんじゃないか、さすがにダメか、もう一回おいでよいしょよいしょ、あ、マジ狙いが悪かったかな、おい、あ、いける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 すげえ上に投げちゃった、よし、あ、もう2万も貯まってる、結構集まってきたな、あ、お金お金お金、あー消えちゃったか、あ、まだあるまだある、ちょっとこのトリケラトプスがやっぱ気になるんだけどな、二人がかりです、いや、関係ないんだよ。
今日は時間的にまだ余裕があるんで探してしまいたい気分なんだよね。あ、これ吸えるな。あ、お金か。金の木を吸って、ほい、ショッケイ。あ、お前、こんなところにいたのか。よいしょ、よいしょ、あ、よいしょ、あ、よいしょ。逃がすかよ。逃がした。止めろ。動きが早い。止めろ。こっち来い。よいしょ。オッケー。お、5個目いいですよ。あと1個。あのプテアノドン気になるんだけどな。まあ、とりあえずこれも吸えるよね。おい。どうにかできないもんかな。これにキノピをぶつける？あ、揃った。きたー、初めて揃った。やったぜ、お金もゲット。キノピオありがとう。助けたとはいえこんな扱い方しちゃダメなんだけどな。ではでは、エレベーターを起動してキノピオをラボに送り届けましょう。はい、おっと、この様子も見てたか。あ、あの猫。相当追い返だな。おお、どうしたどうした、久々の VB が起動。やぼやぼ、うん、さてルイジ君よ、これでまた見つかっていないのはキノピオ君があと一人とピーチ姫、そしてマリオ君じゃな。まだまだ道半ばといったところじゃの。頑張るんじゃぞ、フェフェフェ。ほんと一言だと思ってよ。さすがにこっからお猫来ないよね。試しにあのボタンをはめてみます。おお、はや、頼むぞ。いや、地下2階。まった。おいえおいえ、あ、大丈夫そうだね。だったらこのままベースラボ戻ってさっきのお化けを確認して、ちょっと早いですけど終わっちゃおうかな。さあ到着。おそらく地下にもボスお化けいると思うし、攻略なんだかんだでね長引きそうな予感がするんでね。まあまあ前回の反省も兼ねてあんまり無茶しないようにしようかな。左の方にキノピオいるね。ではでは、さっき吸ったお化けをギャラリーで見てみましょう。ああ、セット。さあさあさあ、普通にボスお化けだよね。あ、こいつだ。骨好き。骨が好き、そういうことか。いや、改めて見ると筋肉すごいな。なんだこいつ。いや、ほんと特徴的なお化けがいっぱいいてね、毎回バトルが楽しい。まあ、結構えぐい攻撃してくるやつらもいたからな。特にこいつね。死にかけたからな。まあまあ、それでもバトルは楽しいです。オッケー。じゃあこのまま外に出て、終わりましょう。ん？終わりましょうかね。はい、ちょっと短めですが、まあ前回は結構長めになってしまったので、まあちょうどいいかなと思います。では次回は地下2階だよね、メンテナンスフロアを探索してみようということなので頑張っていきたいと思います。では今回ここまで、次回もぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。